急展開のトマホーク導入計画ですが、なんと、日米防衛省会談後に、1年前倒しで取得との発表、2025年取得し、2026年配備との情報を入手しました。今回は、この異例のトマホーク1年前倒し導入計画を詳しく深掘りしていきます。中国の軍事拡大は、周辺国での脅威となる中、南シナ海や極東でも例外ではありませんよね。中国国内の景気は、史上最悪へと向かう中、イスラエルとパレスチナが戦闘態勢、これは、中東の動きも今後変化してくるでしょう。世界はどこへ向かうのだろうか。日本時間の2023年10月5日、アメリカを訪問中の日本の木原防衛大臣は、アメリカのオースティン国防長官との会談を、同国の首都であるワシントン郊外の国防総省内で実施し、懸案となっていたトマホーク巡航ミサイルの調達について同意を得た。これまで、日本が調達を行うと考えられていたのは、アメリカ製のトマホーク巡航ミサイルの中でも、最も新しい形式であるブロック5で、総数で400発を2026年度から導入する方向と見られていたが、今回の会談で、その内容が大えされた。今回の木原防衛大臣とオースティン国防長官との会談によれば、日本はトマホーク巡航ミサイルの導入時期を1年前倒しの2025年度からとする代わりに、半分の200発を旧バージョンのブロック4とする方向となった。そのため、残りの200発については当初より想定されていたブロック5となることが決まり、すべてを最新のバージョンである同ミサイルとしない代わりに、導入時期を早めることが優先されたと考えられている。日本では、すでに防衛予算の上では、トマホーク巡航ミサイルの調達に対しておよそ2113億円を盛り込んでおり、現行のアメリカ海軍でも主力であるブロック4を先に導入することで、時間的な要素を重視した形と言えるだろう。トマホーク巡航ミサイルのブック4は、アメリカ軍艦艇においては、2006年から実戦配備が行われている主力の巡航ミサイルであり、従来のブック3に比して、ミサイル本体の軽量化と、ターボファンからターボジェットに推進方式が改められている。これらの改良によって、トマホーク巡航ミサイルのブック4は、それまで可能であった 533mm 魚雷発射管からの運用は基本不可能となったが、一部イギリス海軍向けのバージョンのみが、その仕様に対応した作りとなっている。イギリス海軍では、トラファルガー級やアスチュート級等の原子力潜水艦の主力の兵装として、この 533mm 魚雷発射管から、運用可能なトマホーク巡航ミサイルのブック4を使用しているが、すでに、これらは生産ラインが閉じられている。そのため日本が今回調達するブック4は、水上戦闘艦の VLS 垂直発射艦から運用する形式ものであり、2023年現在、混合型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻の合計で8隻を保有するイージス護衛艦での運用が想定される。トマホーク巡航ミサイルのブック4も、その最大射程はおよそ 1600km ほどと長大であり、用途も対艦攻撃及び対地攻撃にも使用可能なものであるため、国産の1人式地対艦誘導弾の能力向上型の艦発型の配備までのギャップを埋めるものと期待される。ブック5は、アメリカ海軍では、すでに2021年から実戦配備が始められている最新型のトマホーク巡航ミサイルであるが、その最大射程距離はおよそ 1600km ほどと、その点においては、ブック4とほど同様な仕様である。しかし、ブック4に比して、ブック5は、敵の電子戦による妨害への対処能力を向上させた GPS 誘導装置を実装することによって、命中精度を高めた仕様となっており、最大射程距離こそ大差はないが、攻撃力は大きく増してると考えられる。また、ブロック5には、海上を移動する敵の水上戦闘艦への対処能力と対地攻撃能力を強化した VA と呼ばれる派生型があり、アメリカ海軍では2023年から一部の艦艇に対して導入を始めているとめされている。
さらに、ブロック5には、対地攻撃用途に特化した VB という派生型もあり、こちらは、スムース、ジョイントマルチプルウォーヘッドシステムと呼称される弾頭を搭載、堅固な地上の防御施設を破壊することを目的としている。このブロック 5B は、堅固な防御施設の外郭部を貫き通して目標内部に到達、複数の小弾が炸裂するタイプのミサイルとなっており、そうした目標に対する非常に高い破壊力を有する兵装として、今後の有力な装備となると考えられる。個人的には、日本が今後導入するブック5は、こうした能力を総合的に勘案すれば、VB が選択させる可能性は限りなく低く、スタンダードな V 型か VA 型に落ち着くというのが順当な流れではないかと予想している。いずれにせよ、トマホーク巡航ミサイルは、最初期型のブック1は、1980年代に開発された、決して新しいとは言い難い兵装ではあるが、時代とともにバージョンアップを繰り返して、能力の向上を行っており、実績も申し分はない。ただし、その飛翔速度は、登場以来、今に至るまで全て亜音速であることは変わっておらず、その意味で対大金を費やしてアメリカから購入することは意味がないのではないか、という批判も一部で繰り返し受ける状況にある。これは、確かに、迎撃用の対空ミサイルの性能も年を追うごとに強化されていることから、ある意味では、完全に間違っているとまでは言い切れないかもしれないが、当のアメリカも、そのような事態は、想定の上で運用を行っていると思われる。トマホーク巡航ミサイルについてのアメリカ軍の運用スキームは、ある程度、以上の数を、目標に対して同時に発射することを前提にしていると思われ、そうしたいわば飽和砲撃によって、敵の防空ミサイル網を突破することを考慮したものだろう。この考え方が正しいと仮定するならば、日本が今回導入することが決まったブック4にせよ、ブロック5にせよ、総数で400発というのは、決して、数量的に多いとは言い切れず、あくまで暫定的な装備品と考えるべきではないだろうか。国産のミサイルとしても本命視されている、人認識地対艦誘導弾の能力向上型は、名称こそ、既存の人認識地対艦誘導弾のバージョンアップのような印象を受けるが、ミサイル本体もステルス性能を追求したものに置き換えられる。そのため、物理的には、人認識地対艦誘導弾の能力向上型は、トマホーク巡航ミサイルよりも、敵の防空ミサイルによる迎撃の確率は格段に低下すると思われ、目標への到達という点では、はるかに上回る性能となる可能性が高い。非常論では、そうした利点が、人認識地対艦誘導弾の能力向上型には期待できるとは思うのだが、やはり実戦で使用されたことのない国産兵器の実力には、多少の不安は拭えず、実績の豊富なトマホーク巡航ミサイルの存在は、幾ばくかの安心感を与えてくれ、そうだ。さらに言えば、トマホーク巡航ミサイルの搭載が見込まれるイージス護衛艦8隻だが、現状では、陸上配備型のイージスアショアの配備が中止となったため、未だ日本全体をカバーするミサイル防衛に、その大半が投入されている。イージス護衛艦を、日本の海上自衛隊は、現時点で合計8隻を保有、運用中とはいえ、艦艇である以上、整備、訓練、実戦配備の3つのサイクルで回しており、最大でも、同時展開は、3隻から4隻しか行えないというのが実態だろう。この状況を改善すべく、イージスシステム搭載艦を2隻、イージス護衛艦を2隻新造することも、増額された防衛予算の中で打ち出されてはいるが、それらが、実際に収益を始めるまで、日本のイージス護衛艦の活動には、大きな制約が課されている。尖閣諸島をはじめとする、南西諸島の対中国という防衛施策の実施に向けては、行動に制約のないイージス護衛艦をいかに増やすのかにかかる比重が大きく、艦艇搭載型ではない人認識地対艦誘導弾の能力向上型の整備も非常に重要となるだろう。今のロシア・ウクライナ戦争においても、まともな艦艇としての海軍力をほぼ喪失した状態のウクライナ軍は、それを小型の無人艇や地対艦ミサイルといった非対称兵器で補う手法でロシア海軍と対峙している。
地理的に置かれた環境が日本とウクライナとでは大きく異なることから、このロシア・ウクライナ戦争の趨勢のすべてが日本にとっても有益な戦訓とまではいかないかもしれないが、非対称戦の備えの重要性は熟考するに値するだろう。